はい、久しぶりの奥さんです。今日はバイト君が休みなんで、ちょっと解体のお手伝いに今呼んできたんですけど、何を頼んだのができません。わかりません。コンプレッサーのホースを、これスライドができません。ジョイントしてって言ったのにできないそうです。これはね、ここをこうやってスライドすると中のボールが遊ぶので、そこにこっち側のオス側を入れるだけ。おう、ただこれだけ。初めて見たよ。知らないもんだって。そんな、はい、じゃあこれ危なくないんかい。いいんだ、もっと向こう行く。怖い跳ねる、跳ねるわけじゃないんだから。よし、じゃああとちょっと残りのところ、そのね、うん、パイプを切るんで、パイプをね持っててもらいたい。そうしないと切るためにバチャンバチャンって落ちたら危ないんで、私の手が危ないんで。昨日あの前田君がいたからかなり進んだんだけど、一人じゃちょっと危ない。お面紛失と思ったらかぶってました。で、見たことないもんね。おじさん、ここにまとまってくれって感じ。これ、もうちょっとこっちで持ってるでしょ。お前持ってられんしだろ。見えてない。全然映ってみる。ずれて、お面がずれちゃうの。ただこの高いとこ。高いとこ。そうそう。これ？うん。この柱をこっちから持ってるか。こっちから持ってればキノコが止まらないから。これだけ持ってる。あ、でもこれが乗ってるか。ああ。こっちにいるとキノコをかぶる。
持ってもらわなきゃいけないのはこれか。これが終わっちゃえばあとは自分でできるから、ここだね。切れてない、切れてんの。まああとは下だから、上に浮いてるのはこれぐらいだから、はい、大丈夫でございます。はい、ご苦労様でした。火がついてるから怖い。うん、後で水かけるから大丈夫。はい、ちょこっとお手伝い奥様編でした。あ、何危ない、草が燃えている。危ない危ない危ない。夕方やらない方がいいね。はい、はい、お疲れ様。はい、そんな感じでまだまだバンバン切ります。